職業、羽生譲る、競技からプロへの転身、成功と不安に満ちた挑戦。深い愛とプロフェッショナリズムが叶く彼の教授。日本テレビ系列のドキュメンタリー番組、NNN ドキュメント23は、フィギュアスケーターの羽生譲るに焦点を当て、そのプロ転向に伴う不安と教授を描いた特集をお届けする。十三歳で五輪連覇を達成し、競技生活の頂点であった羽生譲が、 プロとしての新たな挑戦に直面する中で抱える複雑な感情とは、競技からプロへの転身。日本テレビ制作の職業、羽生譲ずの教授は、昨年7月に27歳で競技生活を終えた羽生譲ずの日常に迫る。スケートの舞台裏に潜む彼の姿勢や葛藤を浮き彫りにし、フィギュアスケート史に名を刻んだ彼がプロとして新たな一歩を踏み出す様子を捉えている。競技時代、ハブは、 周りは関係ない。自分一人が頑張ればいいと考えていたという。しかし、プロに転向してからは大きな変化が訪れる。ハブはハイブランドのグッチとのコラボ写真展などで多岐にわたるスタッフと共同し、その中で自分一人だけでなく他の人と一緒の方がアイデアが広がると気づいたという。これまでの孤独な戦いから、協力と共感の力を求める心境への転換が見受けられる。 ブロ転校の果てに立ちはだかる不安。ブロ転校もも、羽生譲るはフィギュアスケート界に新たな歴史を刻み続けている。フィギュアスケート界初を単独アイス賞挑戦、東京ドームでの単独公演成功、そして日本初のフィギュアと体操のコラボに挑戦するなど、彼の挑戦は多岐にわたる。しかし、一方で彼が抱えるのは、自分のスケートが必要とされなくなるかもしれないという不安だ。どんなに成功し、 医療を成し遂げても、スポーツスターにとっては競技から遠ざかればその存在感が薄れるもの。この現実に対する彼の心情とは、スケートのためだけの選択、プロとしての誇り。プロ転向においても、羽生譲弦は不安を抱きながらも、スケートのためだけの選択をしていくとの決断を下ろした。これは、単なる仕事やキャリアの選択ではなく、自らのアイデンティティに対する忠誠心の現れである。 彼は高難度の四回転ジャンプを飛び続け、疲れ果ててリンクに倒れ込む姿を通じて、その姿勢を物語っている。成功や失敗に関わらず、波ユ譲ルはスケートに対する深い愛と責任感を示しており、それが彼のプロ転向における原動力となっている。未知の領域への挑戦。競技から離れたスーパースターには、その後の人気や注目が鈍化するリスクがつきものである。ハブもその現実を直視し、 一歩踏み出す勇気を持った、プロとしての新たな挑戦が、一方で彼にとっての未知の領域であり、不安材料であることは否めない。しかし、彼はその中で新しい可能性を生み出し、フィギュアスケート界において独自の道を切り開いている。単独アイスショーの成功や、フィギュアと体操のコラボによる新たな興奮が、その証拠である。まとめ、職業、羽生譲るの挑戦と教示。日本テレビの、 NNN ドキュメント23が放送する職業、羽生譲の教授は、プロ転校した羽生譲の姿勢と課題に焦点を当て、その軌跡を追った貴重なドキュメンタリーである。彼が競技からプロへと転身し、抱える不安と向き合いながらも新たな歴史を刻む様子は、彼の真摯な姿勢とプロフェッショナリズムの現れと言えるだろう。プロとしての未知の領域での挑戦に立ち向かう羽生譲の姿は、 スポーツ界だけでなく、あらゆる分野で新たな道を模索する人々にとっても勇気づけられるものだ。そして、その挑戦と教授こそが、彼がこれからもファンや視聴者に感動を与え続ける原動力となるだろう。